いやー、しかし寒くなってまいりまして、乾燥がひどくなってきたので、これ、シャープの加湿器。去年か一昨年ぐらいに我が家に来ました。まあ、ちょっと、見た目は、ザ家電な感じですが。このね、給水口がよくできてて、絶対ここから水入れても外にこうこぼれないような設計になってんですよね。で、もちろんこっちの、タンクの方からも給水できます。で、この通り、こう湯気がもくもく出たりもしないので、ちょっと本当に加湿されてるのか手応えは感じづらいんですが、確認するとちゃんと加湿されてますよねと。見た目以外は良いと思います。多分もっと新しいモデルが出てるのかな、今は。このロゴとかがせめて入ってなければいいんですけど。先週我が家にやってきた均等の新しいコールドブリューカラフェ、いい感じに活躍してくれてます。まあちょっとあったかいコーヒーが飲みたい季節にもなってしまいましたが、このね、金属の蓋がかっこいいんですけど、ちょっとネジ式になっているジョイントの部分が少し締めづらい感じはあります。そこぐらいかな。ネガティブポイント。重心が結構下にあるので、ガラスだけど倒しづらそうな感じはします。まあ、前持ってたハリオのやつ倒して割っちゃったので、まあ気をつけねばという。よし、とはいえ寒いので私はほうじ茶を飲みます。ちょっと濃いめに出します。で、最近はほうじ茶にミルクを入れて、ほうじ茶ラテにして飲むのにハマっております。ちょっとだけオリゴ糖シロップで甘みをつけるとさらに美味しい。よし。よし。では、久しぶりに金継ぎの続きをやりたいと思います。ここまで何をやったかというと、金粉をこの漆でくっつけた部分に巻きました。で、次は粉固めという工程のようです。切り粉固めって言っちゃったんですが、どうやら粉じゃなくて粉固めらしいです。粉固め完了。はい、これをさらに2日以上
室に入れて乾燥させるそうです。割れた部分に巻いた金粉を定着させて強度を上げるための作業が粉固めのようです。iPhone 発売されて1週間ちょい経ちましたけど、実はまだ裸で使っていて、やっぱりね、ちょっと気をつけて使ってるけど、小さな傷がこの側面のステンレスのピカピカの面にちょっとついてきちゃうんですね。で、さすがに画面は割れたらやっぱり怖いので、いつも多分iPhone X ぐらいかなぐらいからずっと使ってる Amazon で買える、これはなんて言うんだろう、 OA プロだなのかな、ガラスのスクリーンプロテクターを貼りました。割と個人的にここのスクリーンの切り欠きの部分がこう抜けてるスクリーンプロテクターがあんま好きじゃなくて、全面覆ってくれるものが第一条件なんですが、これ割れたら買い替えて貼り直してっていう感じで3年ぐらい使ってますが、結構個人的に気に入ってるメーカーです。安いです。1000円ぐらいかな、これ2枚入ってて、もちろんフェイス ID とかも問題なく動きます。で、やっぱりこのサイドの傷がどうしても気になるので、ケースを買ってみようと思い、このベアケースのベアネイキッド EX っていう透明のケースをポチってみたんですが、まあ正直個人的にあんまりこの真っ透明のケースをつけるのがあんま好きじゃないんですが、まあ今回はちょっとしょうがないかなと思い買ってみました。こんなもう完全かなり薄くてほとんど裸っぽい感じで使えるっていうやつですね。いつもはこのサイド部分にメッキ、まあ、まさにこれみたいな加工がしてある iPhone ケースをもうずっと10世代になってから使ってましたね。はい、いつ届くだろう。まあ正直なところ、Amazon とかでこういう不思議な中華メーカーのものを買った方が全然安いとは思ったんですが、まあ、結構品質にばらつきがあったりはするので、またベアのケースは届いたらレビューしてみようと思います。あとこれ、今週届きました。BOSEのスリープバッツ。これ睡眠時用の、イヤープラグです。でイヤホンではないです。耳栓ですね。音が鳴る耳栓っていう感じです。まあ、こんな感じのイヤープラグなんですが、かなり軽くて装着感もほぼない。まあ、この専用アプリから音を、睡眠時用の音をいろいろ鳴らせるようになってます。サウンドライブラリーにはもういろんな音が、基本的には音楽というよりは本当自然音とか、あとはまあ睡眠にいいっていう、入眠にいいって呼ばれてるようなホワイトノイズ系の音が入っていて、ここを音楽を選択すると、どうやらこのスリープバッツ自体に音楽がメモリーされて再生されるみたいです。なんかダウンロードしますみたいなのが出るんですよね。まあちょっと詳しくはしばらく使ってみてからレビューを書こうと思っているんですが、まあ寝ている間どのくらいの時間、この音を鳴らすかみたいなのが設定できたり、今日はプレイオールナイトってことで一晩中流してたんですが、まあ充電も問題なく持ってました。
何日間か4時間ぐらいにこのタイマーをセットして使ってみてたんですが、私結構音に敏感な人で4時間音が終わったところで起きちゃうんですよね、どうしても睡眠のデータをオーラリングで撮ってるんですけど、ほらこの4時のところで、おととい、これがおとといでこれが昨日で、両方とも4時に1回起きちゃってるんですけど、なんかそれが良くないなと思って、今日は一晩中つけてみてたら朝までかなりぐっすりでした。まあ、睡眠時間以外珍しく全部ブルーのよくできました的な評価をいただいてます。いつもだいたいこのディープスリープって深い睡眠の部分が本当私15分とかひどい値がだいたい出るんですけど、まあちょっとしばらく使ってみようかなと思ってます。で、なんか BOSE の製品なのでノイズキャンセリングをどうしても期待してしまうんですが、これ特にノイズキャンセルの機能がついてるというよりは、あのノイズマスキングって呼ばれるあの機能というか仕組みになっていて、まあ音で、ノイズをカバーしていく、聞こえなくするみたいなものです。うちは結構ですね、いびきにいろいろ悩まされていたりするのですが、あのこれしてるとほぼ気にならない感じはあります。もちろんあのかすかに聞こえてくる感じは寝起きの時とかにあるんですが、このケースがまたなかなかよくできていて、蓋がスライド式でなくならないのが良い感じ。もちろん充電は USB-C です。カモンカじゃないですか。コロナの影響で投資営業やってないらしくて食べ損ねました。結局ツルトンタンを食べに来ました。人が多いです。すごいすごい、せわしない感じ。お、あれね、N700S じゃん。やば、初めて見た。前から気になっていた北麓総帥のお店があったので、ヒノキの香りのバスオイルとボディーソープを買った。